アバンティーズのリクオとエイジとこんにちは、はじめ社長です。風邪でちょっと喉がおかしいんですけども、やっぱり風邪をひくと何が大事だと思いますか？バカしてんじゃねえわ。明治、風邪といえば何が大事でしょうか？やっぱお薬とかじゃないですか？いや、そうなっちゃいますよね。結局風邪をひくと何が大事かというと、栄養取ることがやっぱ大事なんで、今日は僕のこの風邪を治してつつ栄養を取る動画を撮ろうと。集中できねえよ。真面目にやってます。いや、ガチだからね。サプリメントを何個か用意しました。結構たくさんのサプリメントを準備したんですけども、ヒアルロン酸、ウコン濃縮、マルチビタミン、メリロート、ブルーベリーエキス、ドコサヘキサエン酸、セントジョーンズソフト違うわ、全然違う。セントジョーンズワートで、これらに共通していることは全部ソフトカプセルなんで笑う？全部ソフトカプセルなんですよ。全部ソフトカプセルなんで大きさが同じなんですよ。一回出してみましょう、はい、ソフトカプセルで大きさがほぼ一緒、違うのは微妙な色だけでございます。このサプリメントを使って、まあ、僕ぐらいのサプリメントマスターになるとサプリの味の微妙な違いまで分かります。なので今日はこのサプリメントを使って危機サプリメントをやってみようと思います。バカかけて、あの、本当に当てるから。これも当てられたら何もだって。いや、当てれたら本当すごいと思う。というわけで実際にやっていきましょう。まずは味見からしていきましょう。一通り全部食べるんですか？一通り食べる。すごいな。一通り食べて味を覚えた後に目隠しして食べたやつが何かを当てます。なるほど。名前だけで言ったらこれが一番美味しそうですよね。ブルーベリーエキス。じゃあまずブルーベリーエキス食べてみます。いただきます。硬い。ベロやばいっすよ。苦っ。あー、苦っ。ブルーベリーエキスは分かった。苦い中でもほのかにブルーベリー感があった。あ、なるほどなるほど。じゃあ次 DHA 食べてみます。 DHA 食べてみます。すごいよね。 DHA は味がないよ。意外と分かりやすいこっちは。じゃあ次マルチビタミン食べてみます。いただきます。うわあ、やばい、本当に言わない。これマルチビタミンはブルーベリーエキスより苦い。ああ、なるほど。こっちが今一番苦い。苦さで比べるみたいな。苦さは一つの基準になるかもね。なるほど。ダイエットに。あ、ダイエットか。ダイエット系のやつね。メリロート食べてみようと思います。めっちゃ味これは今までで一番早い。マジでやばい。一番っすか？一番。メリロート一番立ち悪い。これ結構面白いっすね。ちょっと待って、これすごいよ。取り方取ってるもんな。やば。次はちょっとお肌に良さそうなヒアルロン酸。これは普通。気持ち苦い。気持ち苦い。濃縮ウコン食べてみます。いただきます。ウコンはそんなに、あ、でもやっぱウコンみたいな味がする。わかりやすいです、ウコンは。じゃあ最後こちら、セントジョーンズワート。これ何なの？気持ちを明るくする。いや、やばいでしょ。そう、絶対ドラッグじゃねえか。うまい。いただきます。あふ痛い。痛い。個性的だから分かりやすいかもしれない。なるほど。はい、というわけで一応一通り食べたので大体コツは分かりました。どれがどんな味するかは大体分かったので、実際に目隠ししてこの俺がどのサプリメントかを当てようと思います。これがよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり癖が強いやつはすぐバレちゃうから、これかこれかこれかな。これかなんじゃない？よし、したらこれでこれか。これでいきましょう。これでいきます。よし。ね、もう入れましたよ。え、嘘じゃん。入ってますよ。入ってないよ。入ってますよ。入ってないって。入れましたよ。どこ？いや、本当にわかんない、本当にわかんない。え、入れます。はい、入れた。入った。入りました。では、噛みます。メリロート、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 正解は正解です。